ベルトド・オランド、またはベルト・ド・フリーズは、フランス王フィリップ一世の最初の王妃。ジップは、西フリースラント博、フロリス一世。母は、ザクセンコー・ベルンハルト二世の娘ゲルトルート。父が1061年に死去した後、母は、フランドル博・ロベール一世と再婚している。オランダ5名は、ベルタ・ファン・ホラント・ジップ・フロリス一世と、母ゲルトルートの、 第四子長女として生まれる。ザクセン公女である母を介し、有力であった名家、ビルング家の流れを組む。1061年6月に、ユトレヒト司教ビレム一世にそそのかされた父が、殺害され,れ、母ゲルトルートは突然、幼いイジ三子を抱えて、家父となり、1063年に、ケイフ・ロベール一世と再婚した。以降、ベルトは、ケイフの貢献の下で育つ。 1070年、ケーフ・ロベール一世が彼の実刑ボードアン6世の死後、遺言での兄との約束を破り、フランドル迫領を主張し、その意地で相続人のアルヌール三世と過夫となった後、若年の息子に代わり接傷となる予定であった、リチルドとの間で相続争いが起こった。ロベールは1071年2月のカッセルの戦いで、アルヌール三世への戦死により勝利し、 フランドル白位を得た。しかし、ロベール一世は、以上の行動により、兄嫁リチルドと、オイアルヌール三世を支持し軍事的支援を与えていた、フランス王フィリップ一世と対立することになってしまった。母ゲルトルートが再婚後、ロベール一世との間に儲けたベルトのイフ妹たちは結婚するには、まだ幼すぎたため、ロベールは、当時16歳ほどで、 結婚的礼儀を迎えていたままこのベルトをフィリップ一世との縁談相手として敗した。1072年、ケーフ・ロベールとフィリップ一世の和平の一環として、ベルトはフィリップ王に嫁いだ。ベルトはフィリップ一世の王妃候補の中では最も地位が低く、いわゆる宝末候補であったが、縁談の数が少なかった上、ベルト以外の女性たちはフィリップの血縁者であり、 近親婚となることを懸念された。その点、ベルトはカロリング長含めたフランス王家の血を引いていない、ため適切であるされ、フィリップ一世の日に選抜された。この結婚で得られた王の肩書きは、権威となったが、ベルトは夫の狭い王領に留まり、王位はパリとオルレアン周辺にしか及ばなかったため、ほとんど意味をなさなかった。 フィリップ一世との結婚後6年の不妊に悩まされたが、1078年以降4男一女が生まれた。1090年頃、夫フィリップ一世は、この結婚により、義父であるフランドル博に頭が上がらない日々に嫌気がさし、一説によれば、突然ベルトの太りすぎを口実に、夫フィリップ一世から離縁を申し渡されたと伝えられている。しかし、 当時のフリップも太りすぎが原因で乗馬ができない状態であった。ベルトがフランス王室に突入できた際の持参金であった領地のほとんどを占めるモントルイユの要塞に王妃を軟禁した。そして1092年、偽の家系図を作成し、強行にベルトと自分の血族関係をでっち上げ、婚姻の無効を訴え、ベルトとの離婚を成立させた。その後、フィリップ一世は、 シチリアハクルチェーロ一世に施設を送り、娘のエンマに求婚する、と、別の女性との再婚を企てた。フィリップは、ベルトと離婚した年内、アンジューハクフルク四世と共に越見に来たその妻、ベルトラードド・モンフォールで会い、その若さと美貌に魅了されて、自分の進化から妻を奪い取る形で再婚し、5歳とした。不本意な離婚を強いられたベルトは、失意の中、 遊兵先で翌1093年に死去した。ありがとうございます。